ユージオ先輩、お話ししたいことがあります。なんだい？改まって。私ロニエからこの旅の間に先輩へ告白しなさいって言われてたんです。ピーズ。でもそれはもう少し先にします。え？私思い出したんです。先輩がセントラルカセドラルへ連れて行かれた時、きっと聖号騎士になって先輩を助けに行くって約束したの。でもまだ私は先輩のお荷物になってばかりで、私必ずあの約束を守って友情先輩のそばへ立つのにふさわしい騎士になります。その時に改めて告白させてください。わかった。楽しみにしてるよ。はい、楽しみにしていてください。